はいどうも哲学とです、今回はですねナインスドーンリメイクの、皆さんからいただいた質問に答えるコーナーということでですね、特にねよく聞かれるものとしてですね、ペットモンダラシの、効果はどういう効果ですかというものはあるんですけども、ペットモンダラシなんですけど、基本的にはですね基本的にはですね、こちらのペットモンの方を見ていただくとですね、ペットモンの能力値っていうのを下のところで見ることができるようになってるんですけども、ペットモンですね、今、攻撃力6800、そして防御力6100みたいな感じになってるかなと思うんですけども、これをですね、自分の、パーティーに加えたときですね、なんとですね、攻撃力の方が1万7000、そして防御力が、17000みたいな形でね、大幅に上がってくれるという感じになってて、ライフの方もね、HP の方も上限が上がるというような感じになってるんですけども、ペットモンダラシの、ステータスが高いとですね、このペットを、このね、パーティーに入れた時のこの HP、攻撃力、防御力の上昇の値が高くなってくれるというような感じになってますので、このね、スキルのレベルですね、能力の、スキルのモンスターならしの方を、上げてもらうっていうのと、あと能力値の方にですね、このペットモンならしのステータスが上がるっていうやつがあるので、これもマックスに近くね、つけてほしいなと思います。で、あとはそうですね、装備品の中にも、ペットモンならしの効果が上がってくれるっていうものがあったりとかするので、すでにね、お伝えしている、ペットモンの強化の方のを、進めてもらいながら、このね、ペットモンならしの、攻撃力の値ですね、これを上げて もらうことによってね、ペットモンのステータス、飛躍的に伸ばすことができるかなと思いますので、ペットモンならし、に関しては、値が高いことによってね、パーティーに入れたペットモンのステータスが上がる効果というような感じで、捉えてもらえたらいいかなと思います。で、あとですね、アイテムはどれぐらい持てますかということなんですけど、アイテムはですね、なんとこの、今私98ページまで、ページ数があるんですけども、基本的にはですね、いくらでも持てるというような感じになってますので、そうなってくると、そもそも保管庫預ける意味がないんじゃないかな、みたいな、ふうに思う方もいらっしゃるかなと思うんですけども。実はですね、この、保管庫の使い方って基本的にですね、このキャラクターで作ったアイテムをですね、ここに預かり所に預けた状態でですね、他の、キャラクターを開くと、なんとですね、この保管庫が、他のキャラクターでも開けるというような感じになってますので、ここにね、アイテムを置いておいて、他のキャラクターを育て始めるとですね、そのアイテムを持った状態でね、スタートすることができるというような感じになってますので、なのでね、保管庫越しに、例えば難易度の高い、ハードとかの難易度で始めたキャラクターに、ペットモンの強化素材だったりとか、あとね、クエストでもらえる、能力値アップの巻物なんかも、保管庫の中に入れてね、他のキャラクターに持っていくことができるんで、なので、そういった機能も使うとですね、最強のキャラクターを、他のね、なんていうのかな、キャラクターのデータから、アイテムを持っていってね、作ることもできますので、なので保管庫は、他のキャラクターとのアイテムの受け渡し用の、機能だったというような感じですね。で、これに関連して、あとは、クエスト報酬もらえるんですけど、クエスト報酬何がおすすめですかということに関しては、やっぱり能力値アップがとにかく大事ですね。能力値のアップアイテムを、特性のアップアイテムをね、いかにもらうかっていうところになってくるかなと思いますね。これ私今、こんな感じで、レベル100まで5ポイントずつもらえるような感じになってるんですけど、あとはもう全部ね、巻物でもらっていくと。で、どのステータスがいいかということに関しては、基本的になんだろうな、武器をメインにするんだったら筋力ベースで、巻物もらった方がいいし、知力ベースにするんだったら知力ベースにしたものって感じですかね。この2極、あとは技量ですかね。技量の巻物もたまにもらえるので、技量の巻物あたりを選ぶか。この3つになってくるかなと思いますけども、ベースにしたいステータスに合わせてね、巻物の方は選択してもらうと。いいんじゃないかなと思います。
あともらえるアイテムとしてはですね、まあ経験値だったりシルバーだったりとか、まあそういうのももらえるんですけども、まああんまりそっちはおすすめしないかなと思います。で、あとはそうですね、もらえるものとしては、このなんだっけな、特別な豆ってもらえることができるんですけど、これで、ね、持ってると基本的に、ダンジョンの中で死んじゃった時とかにね、その場で蘇生してくれるんでいいんですけども、あんまりね HP ちゃんと上げておけば効果、薄いかなという気はするので、なので、まあ報酬に関しては能力値アップを、最優先で拾ってもらって、まあ経験値とか、あと、シルバーなんかに関してはそれほどね、まあ苦労しないかなと思うので、まあそのもしなければそれ以外のものっていう感じで、選んでもらうといいかなと思います。ということで、まあペットモン鳴らしの効果っていうのは、まあペットモンパーティーに入れた時のステータスが上がる効果ですよっていうことと、あと持てるアイテムはまあ 100%、100ページに近く持てるので、なので、基本的には、保管庫不足に悩むことはないよって感じですね。で、保管庫使うと他のキャラクターにね、アイテムを持っていくことができるので、まあ、ペットモンとか、そして自分のね、ステータスアップ系のアイテムを、保管庫に持っていって、さらに、上の難易度を攻略するっていう方法もできるかなと思います。で、あとそうですね、おすすめのクエスト報酬としては、まあ、そうですね、能力値アップ系アイテムをやっぱり優先して拾ってもらうのがいいかなと思いますね。はい、ということで、まあ、コメントをいろいろとお答えしてきたんですけど、またね、何か新しい攻略情報などありましたら、動画にしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。哲学とでした。